おはようございます。おはようございます。美穂さん、はい、私は美穂さんにストーカーのようについてきました。理由はもうすぐあることに今年も挑戦しますね。はい、皆さんに何に挑戦するか言ってください。今年もはい、ドラコンに出ます。おい、今みんなわーってなってます。で、ドラコンに出るにあたってクラブをね調整するということで。そうですね、去年は47インチだったので、今年はそのドラコンのギリギリ使えるシャフトの長さの48インチまでにしよう。おっ、ここはなんと J ビームです。なんと私知ってましたこの場をではよろしくお願いします。山崎さん、お久しぶりです。お久しぶりです。ドラコンプロの山崎です。はい、筋肉マンの山崎さんがいるところじゃないですかと思って、はい、確かにドラコンといえば山崎さんだなっていうのはあったんですけど、はい、今日はどういったことを山崎さんはされようと思ってる感じですか。美穂さんに対して、去年ドラコンの試合出た時に、僕もずっと後ろで球見てて、はい、ちょっと右にちょっとこう受けながら飛んでっちゃう球と、それが出ると嫌で捕まえに行って左にも行っちゃったので、今年優勝するようにちょっとクラブのセッティングをちょっといじろうかなと。なるほど。スイングとかね、ゴルフ力っていう部分が問題ない。いじらない。あとはちょっとマテリアルの方で操作して300ヤードぶっ飛ばして勝ってもらおうかな。いやー、見たい。今使ってるクラブから。はい。もう破壊しそうだよ。破壊しそうだ。飛ぶね。いや、まだ触れます。一発目からだもんね。まあまあ今はねナイスショットですね。本当ですか。スピンもまあ適正、今適正だった、はい、で打ち出し角ももうちょっとあってもいいかなぐらいだけど、まあこのスピン量だったらランも出るかなって感じ、はい、やばいぜこれ。また飛んでるよ。この計測器は結構きつめなんですよ。知ってます。私どんだけ打っても全然大変でした。68だもんな、初速。ヘッドスピード47も出てますからね。男じゃん、美穂ちゃん。だんだん上がっていくよ。だんだん上がってる。なんかこれ最高にちょっといい球だね。ほとんどストレートボール。勢いお願いします。ちょっとスピン量も減って、今のは結構ランが出るボール。なるほど。いや、すごい。じゃあ透明にはいいですね。そう、透明には今のボールは良かった。透明で出るのは初めてなの、美穂ちゃん。いや、毎回透明でしか出たことないんですけど、今回3回目で。去年雨だったんですよ。そう、だから風もちょっと横風強くて、キャリーボールじゃなきゃと思ってみんな上げてたんだけど、あれ中段棒でいった方が結局こういうところで打つ時はこうキャリーボールでいった方がいいんだけど。打ち下ろしてる時ってキャリーボール打つとこうなっちゃうから、どっちかというとこの斜面に対してこういう球を打った方が飛ぶから、ちょっとね、まずはこの後ろ固めだから、ちょっと重い。いつもより重い。そう、これよりねちょっとねヘッドが重いかもしれない。今男性用だからね。はい、高いね、やっぱね。ちょっと上がっちゃうね。じゃあ今度 S。もうじゃあそんな風で体痛くなんないの？まだ大丈夫。まだ大丈夫。トレーニングしてるから。山崎さんの見てトレーニング大事だなって思いました。だってお会いした時がすごいやっぱ細かったんで。もう一回ウエスト68ぐらいで。でトレーニングはやっぱ怪我しないため。ゴルフやって、ゴルフやっぱ一方方向に振るから、手首だとか肘とか肩とかいっぱい使うから、やっぱ怪我しやすいから、その防止のためのトレーニングと距離を伸ばすためのトレーニング、いろいろあるから、トレーニングは賛成です。やらないよりやった方がいい。ただバランス崩すほどやらない方がいい。ムキムキにしてもね意味ないから、柔軟性を失わないようにトレーニングやったらいい。すごい。それ今ちょっと重いんだけど。そうですね。重いけどね、ヘッドスピード上がってるからね。あ、そうなんです。ヘッドスピードは上がってる。おお、大台に乗りました。出るんですか。これシャフトのね特性なんだよね。スピードが上がるように。50なんです。怖い。怖い。すごい。2連チャン。これヘッドね。ヘッドもねちょっと小ぶり。振りやすいのはこっちの方が振りやすい。そっちの方が振りやすい。しなるポイントがちょっと違って動く場所が。こっちだとやっぱ48くらいに落ちる。もう48で落ちるの。ヘッドスピード持ったりボールスピードが落ちるのは合ってない。やっぱちょっと最高のポテンシャルを発揮できてないってことだから。ゴルフのアイアンあんまりみんな買い替えないじゃないですか。うん、買えない。だって年に2回とか毎年買い替えですよ。これってみんなドライバーまっすぐ行けばいいんだよねとか言いつつも飛ばして。やっぱ距離。やっぱ距離。僕ちょっとこれやらない。ちょっとこうゆっくりくる感じがある。もうさっきのよりかはそうです。これああでもそれも出てる。やっぱこのヘッドが合ってんだな。あっ。ということでその今のいいヘッドに今度さっきのゲスシャフト。ハマったね。曲がんない。ダダン。数値。その試合の時は48インチですか。そう、もう作るのはドラゴンを作るからね。今はね、厳密に 47.75 くらいかな。あ、待ってなんですか。ここからの48インチになったから、60度こでゴールの日のルールと一緒になったから、48ね、ちょっと長いようになっちゃうけど、あ、ちょっとこれ長いけど、これドラゴン仕様。ダブル X です。見たい見たい。どういうことどういうこと？ X が2個です。X が2個。WX。X じゃより硬いんですか？まだ硬い。X が2個っていうね。僕普通のラウンドの時ダブル X ぐらいなんでだから一緒ぐらい。やば。すごい重い。すごい重いっていう風に見えないよ。重いけど振っちゃうんだよね。でもそう考えると今の長いの振って50だから、はい、やっぱさっきのすごいな。合ってるんですか。このヘッドの持ちやすいの。やっぱ慣れてるんで。慣れてるから振りやすい。ちょっと疲れました。ちょっと休もう。ゆうさん休憩でーす。振りすぎた。なんとこすぐここで調整入ります。今何をされたんですか、山田さん。今ねここのウェイトでうちのヘッドが3箇所あるんだけど、はい、これで結構軽くしたり重くしたり、その自分のお好みにできるの。今は。スピードが出るようにめちゃくちゃ軽くしてみました。これ山崎さんとこのクラブですか？はい、そうです。Jビーム。振りやすかった。いや、変なとこ当たりました。変なとこ当たった。やっぱ軽すぎてもそんな、あ、本当だ、上っ面だ。今のはなんか当たった気がするんです。うん。スピンのは見せないとだから9度ぐらいにすればいいの。なんか重い方がヘッドスピード出てますね。実はシャフトがしなったんだね。ってことはそれよりも長くなるから S のまま今46インチだから、はい、だから長くなったら多分ヘッドはもっと効いてくるから、そうしたらしなるかな。今よりしなるから、はい。あともうちょっとだけもうちょっとだけ頑張ってちょっといてほしいな。それね、シャフトだけ違くて今美穂ちゃんが使ってるドライバーと同じヘッドは、はい、振りやすい。すごい右手。それでヘッドは今重いからね、それ。今3000回転。だから6度がもうちょっと立ってればいいんだな。でもボールスピードは出てるから。そうなんですね。ちなみにドラコンのクラブって2本とか持ってっちゃダメなの？全然 OK です。みんな結構何本持ってます？僕ら世界大会とか行くと10本くらい持ってます。一応8球打てるんだけど、要はアゲンストだったらちょっとロースピン目の低めの中段のが出るクラブで打ちたいし、ものすごいフォローだったらちょっと上に上げながらスピンでもちょっと増えた方が風に乗るからと思う。1球ごと変えてもいい。みんな結構その場でこう。そうなの？バーンと打って右パッといったらちょっとつかまりにくいことに変えてバーンと打って。知らなかった。結構試合中折れちゃう人もいるから。飽きないですね。じゃあ赤のそれを長くしてドラゴン仕様。ドラゴン仕様で限りなく軽くしてみる。はい。まず長いことに慣れなきゃいけないしね。そうですよね。多分ドラゴンの長さ結構長いと思う。全然違うんで、やっぱり絶対シャフトが長い方が飛ぶんで。飛ぶんです。本当に飛びます。間違いない。間違いないじゃなかったら僕らの長いの使わないんです。そうですよね。短ければ短いほど芯に当たる確率は高いので、体がバラバラになりそうなの。長いとなんか長い方がイメージなんですけど、ゆっくり振っても飛ぶ。ゆっくり振っても逆に円がでかいから速い。一回こう長いのちょっと作ってポールちゃんも練習したらいいかもしれない。そしたら短いクラブが優しくなるから。それはありますね。絶対ある。だから結構練習になるしね。そういう練習方法もあるんです。今回の美穂さんのスペックは赤いシャフトの S を48インチで作って、ヘッドは今使ってるやつと同じ感じで、これもうちのヘッドと同じなので、これに、このヘッドに435ブラック、これにシャフトを入れて1本作ります。顔はまっすぐがいいのかな。ストレート目、ストレート目でちょっと6度縦目に行くからね。透明打ち下ろしゴロッと転がるように。よろしくお願いします。はい、わかりました。そんな山崎さんに一つお願いが。はい。3発ほど打っていただいてもいいですか。あ、ないですね。それは。よし、さっきのじゃあ、今じゃ同じドライバーで。お願いします。300ヤード飛ばすぞ。ちょっと待ってください。やばい。 OB ゾーンに300ヤード。でも300いってますよ。まず OB ゾーンは OB に300ヤード。次は310ヤード狙って。ちなみに今までの最高記録は何ヤードなんですか。本当の試合ですか。本当の試合は411ヤード。ちょっとフォローで。飛んでない。いや、飛んでますよ。321ヤード行きましたよ。いやでも320ヤードって言うとなんか一般の人も飛ばせちゃうみたいなね。普段のゴルフの飛距離は何ヤードぐらいなんですか。普通にパチンとって300ヤードぐらい。あ、やっぱ行くんですね。あんまり振らないです。曲げないように。もう一球だけ。ラストお願いします。すごいね。美穂ちゃん同じ音してたからね。ずっと。スピン量。やっぱこれが大事なんですよね。このスピン量。ボールスピードはさっきとあんまり変わらないんだけど、スピンがやっぱ1000回転ぐらい増えちゃう。やっぱり距離がすごいロス。今回の東名も出られるんですか。はい、出ます。お、なんと山崎さんもいらっしゃいます。はい、まだ美穂ちゃんの応援しますよ。後ろから。がっつり300ヤード打ってもらうために。ありがとうございます。山崎さんのメダルの数々です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかあんまり見えないからね。いやー、50って女性で出るんですね。いやー、なかなかちょっともう途中から女の子のミーティングと思って。いやでもなんかすごいいいクラブが。はい。楽しみで楽しいの。ここから練習もするんですよね。練習します。頑張ってもらって。ドラゴンでぜひ優勝してください。7月の15、に予選。16、で東名カントリー。東名カントリー。はいです。皆さんぜひあれ応援に行けないんだっけ？来れます。あ、来れます。応援無料。はい、応援無料なのでぜひ応援にも来てください。はい。バイバーイ。